からレッスン場着いて空き時間に髪やろうと思ったんだけど忘れちゃいました。だから買わないと、舞台行くまでの途中でね。大丈夫かな。だからやばい、髪の毛早くアイロンしたい。アイロンしたいよ。お湯でなんとかできない。いや、できないよ。アイロン買います。お金が。もう寝起きのそのまんま顔が、アイロン。今日はレッスンがね長い、もう朝からだったので。でもどうしてもね、昨日の夜ご飯がハヤシライスだったから、でも食べずに寝たんですよ。もう昨日本当に夜遅かったから、アフタートークとかもあって、だから食べずに寝て、明日の朝絶対食べようと思ってハヤシライス食べて、髪の毛する時間なくて、そしたらヘアアイロンも忘れて眉毛も描けなくて、もうほんとヘアアイロンでもね2本あった方がいいなって思ってたんですよね、だからリファのヘアアイロン買いたい。ずっと欲しかったリファの、なんか美容院行ってるんですけど、そこの美容院がリファのヘアアイロン使ってて、美容院行った後って髪の毛ツルツルになるじゃないですか。だからそれがすごいいいなと思って。それってでもヘアアイロンって結構変わるんですよ、やり心地とか。だから、私もリファ欲しいだって思う。じゃあ私が先に買ってレビューするね。今使ってんのはなんか小林みたいなところ、東芝じゃないか、なんか小泉って書いてあるところかな、のやつかな。私はサロニアね。でも小泉のヘアアイロンはめっちゃいいですよ。めっちゃいい。ヘアアイロン同じの10年使ってる。だってすごい。舞台の反響を少しずつ感じています。本当に舞台の反響、そう、舞台で本当にね、まあ、あとちょっとで終わる。でも本当客席とか、そう、私のファンの方がたくさんいてくださって、あって来てくれてるんだって思って、しかもなんかみんなさ、なんか良かったよみたいな言ってくれるから優しいなって思った。明日行く予定で楽しみだって。嬉しい。だってさ、みんなはぶっちゃけ、だってさ、歌って踊ってる私をさ、まあ見たいじゃないですか、本当はね。
本当は見たいけど、ね、私がこうやって頑張ってるって、頑張ってるっていうか、 なんか頑張ってると思ってるからね。だからみんながそうやってさ、たくさん見に来てくれて、なんか優しいなって思いました。だからちゃんと頑張んなきゃって思いました。そう、うん、昨日近すぎて緊張したね。近いよね、近すぎてさ見れないんですよね、最後とか全然客席恥ずかしくて。エリちゃん顔星すぎ、星、私の顔星ですか、やった。待って、ライトあったからつけてみた。でもさ、なんか思うんですよ、なんかつけない方が漏れるっていうね。なんかつけたらさ、なんか現実、メイクしてないからすごい現実感。これが本当の顔です、すっぴん。あらが、ライトつけたら寝起きドッキリ感ある。そう、眉毛もね、私はもうめっちゃ剃ってますので、すごい薄いです。薄いっていうか細い、眉毛が。って書いてるの。毎日お疲れ様です。セーターの T シャツ届きました。お、ありがとう。ゲットしてくれて感謝感謝。リップつけてるよね。だってリップつけてない。今日はね、リップいつもはティントとかするけど、今日は本当にマジで何も。朝顔洗ってそのまんま。マジガチのすっぴん。トゥ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 ルトゥルルルトゥルル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 。どうしよう、ヘアアイロン変えるかな今日。どこにあったんだ。ドンキ、ああ確かに。いやなんかさ、明日、今日が終わったらいっぱい寝れるって思うんだよね。今日終わって明日は今2公演だけど、多分 AKB のコンサートレッスンはないと思ってて、そうこの1公演の時はすごい朝からね毎日レッスンがあって、そのまま舞台行ってって感じだったけど、多分だけど明日はレッスンがないから、明日は2時からだっけ舞台だから、いっぱい寝れると信じて、
今日は頑張れば寝れる。そう、朝早いよ。早いですね。でもなんかしょうがないもんね。でもなんか別になんか元気、普通に。睡眠足りてなくてもまだ綺麗だね。で思ったの、なんかさあんまりさ寝る時間とかもめっちゃ今減ってるし、すごいさポテチとかめっちゃ食べまくってるのね。お菓子をすっごい食べてんの。なのにニキビ一つないの今。多分え本当にマジでないの。ニキビが一つもなくてめっちゃポテチ食べてるよ。なんかもらったし、そうめっちゃお菓子食べてますし、すっごい食べてるし、なのに全然ニキビとかできなくて今すごい。でもなんかニキビできそうかもっていうところはある。ここ私ニキビできそう、ちょっと撲滅させないと。ここでもそう、多分生まれてるんだと思う、肌の中で今ニキビ菌が、アクネ菌が。そうだから、でも本当こんなポテチ食べまくってるのにすぐにニキビとかできなくて、やったーって思った。ちょうどコンサートの時に、それな、コンサートの時にめっちゃニキビできたらどうしよう。なんか舞台のさ時のさ写真をさ見たらさ、めっちゃフェイスラインシュッとしててビビった。自分が思ったより、なんかここがめっちゃシュッとして見えて、写真でえって思った。1年前は一番太ってた、人生で一番太ってたから、今とね体重マジで5キロぐらい違う。僕は最近毎日が人生で一番太ってる。あらあららら、え365日、あれ今日で1年なんだ、すいません。ウケる、すごい、イエーイ、いける。
1年記念日。やば、待って、大丈夫ですよ、タワーとか2001年なんで。やばい、クマティがタワー建ててくれました、ありがとうありがとうクマティ。じゃあみんなでお礼言いましょう。クマティ、ありがタワーありがとうございます、ありがとう、ありがタワーです。確かにありがタワー久しぶり。なんか最近ね、そういうタワー系あんまりあれだからさ、なんかね、そう、ありがタワーとかめっちゃ久しぶりに言ったかも。でもね、最近ほんとマジで面白いっていうか、なんかそういう楽しい、なんかみんながさ、なんか楽しいと思えるような配信がちょっとできてなすぎて、なんかね、ほんとなんかマジで雑談みたいな、そうやつばっかりだからさ、めっちゃね、申し訳ないというか、まあ、申し訳ないというか、みんなはさ、まあ、それでも話してるとこ見れて嬉しいって言うけど、私がちょっと無理なんで、そう、なんかそう、私がそういう配信ばっかりになってるのが自分の中で無理なんで、そう、もうちょ申し訳ないって思っちゃうんですけど、呼吸してるだけでいいです。だって、え、だから鼻からさ息吸えないんですけど、最近本当になんかここになんか止められてる、ここで息吸うとき。そう、で病院も行きたいんですけど、本当結構もうずっと数ヶ月ぐらい、だから本当いつも、でも病院も行く時間あんまないし、てか病院行ってこれ治るのかなっていう。でも結構病院は行くときある。でもこうやって鼻から薬みたいなの吸って口から出してみたいなやりますよ、はあはあ、っていうの病院に行ったらある、やる、うん、そう、口から出す、こうやって薬を通してんの、こうやって、うん、さやかさんが先ほどお代理にもらった化粧品を劇場に忘れてなくなったらどうしようと言ってました。だって本当なくなったらまた買ってあげるよ、さやりん。今何時何分だろう11時8分、なるほどですうん11時9分ひなたさやりんどっちが声大きい、だって、どっちも声大きいけど、なんだろう、さやりんの声は
なんかこういう感じ、こういう感じだけど、ひなの声はなんかもうこういう感じなんかそう、スタイリーのお見送りすごい。そうなの。でも私もね、昔は結構声大きかったんだけど、そうやっぱ年齢が上がっていくにつれてまたどんどん弱ってって、そうでマジで声でかかったんです。昔も、昔は結構、うん、やっぱあの鼻とか喉とかあの声帯とかもどんどんね弱っていくから、大人になったら。そう昔はねまだ強かったんだけど、そう声通るねとかってなってたけど、そうちょっと衰えて、うん、まだまだ若い、いや若いけど違う、本当に現実的にやっぱ声が枯れやすくなったりとか、やっぱ鼻の調子とかもあんま悪いから、そうあんまり大きい声をね出すともうどんどん枯れてきちゃうので、そうだからそういう意味で、そう昔はまだねそういう鼻とかも調子悪い時とかあんまなかったけど、最近だとマジでずっと悪いから、セリフの一つ一つよく聞こえるし舞台にいいですよ。本当ですか？うん、厚毛美容液塗ってますか？塗ってない。前買ったけどめんどくさくてもう塗んのやめた。朝ごはん食べたハヤシライスとカスタードのたい焼き食べた。では今日の配信は何時までやっていいんだろう。なんかどんな状況なんだろう、レッスン。どんな感じ。今エイトメンバーで配信してる人いないのかな。私だけ？ハルピョン？ハルピョンしてる？じゃあハルピョン終わったら私も終わる。夜遅くまでレッスンってさやりんが言ってました。すごいさやりん情報がすっごい来る。なんかさ
でも私は舞台だからまあレッスン抜けるんですけど、今日は何食べようかな、ご飯。なんか私は昨日はひょうかちゃんとラーメン食べたからご飯買わずに行ったんですけど、今日はね、ではね、結構前はオリーブとか買ってったり、アンチョビオリーブっていうのがね売っててめっちゃ美味しそうと思って買っていったり、でも毎回行っても最近はね毎日スタバを買って行ってます。スタバアンチョビオリーブ、私オリーブがめっちゃ好きなんですよ、こう見えてね。でオリーブのパンとかあったらめっちゃ買っちゃうんだけど、アンチョビオリーブめっちゃ美味しそうで買った、めっちゃ美味しかった、今日はね何買おうかなって思って、メロン飲んだよ昨日、メロン飲みました、美味しかった。てかアンチョビも好きなんですよね。今日は何食べようかな、なんか温かいの食べたい。ラーメンだって、ラーメン食べたいね、ラーメン食べたいよ。餃子、あ、いいね餃子。昨日のラーメンは何ラーメンなんだろう、なんか食べながらね、京香ちゃんとね、これ何ラーメンだろうって分かんないです、多分家系かな、うん、ね、つけ麺食べたことあるって京香ちゃんに聞いたらないですって言ってて、えって、私も一回しか食べたことないんだって思って言って、また食べに行きたい、一緒に。つけ麺、キョカタムには世界一優しいな、だってキョカタムね可愛いよね、いい子だし。でもね、私本当に超久しぶりにラーメン食べたの、いつぶりだろうってぐらい本当に。ラーメン屋さんでさラーメン食べたの本当にいつぶりってぐらいだったの。タイに行く前とかかな最後に食べたの、結構ガチで。だからめっちゃ嬉しくて、めっちゃね嬉しかった、食べれて。あ、違うわ、タイに行く前じゃないわ、歌唱力の日にひななと食べて以来かも、3月の初めから以来かも。
ね、嬉しかった。ね、ラーメン食べたかったけど、本当行く時間とかもなくて、そう、行く時間もないし、まあ、家に帰ったらご飯あるから、本当に時間なくて、3月とか、3月、4月。だから本当に久しぶりに食べれた、めっちゃ美味しかった。うん。カルビはまだ配信やってるかな。おう、カルビは20分だ今。ランキング読み中。あ、やばい。じゃあ私もランキング読もう。じゃあ今日の配信はすいません、突然ですがこれで終わりたいと思います。では最後におランキング読みます。いきます。13位怪盗14125、12位カホ、11位ファデル、10位トッサンアートダシ、9位ヒノト、8位ヒロノリアットグンマニア、7位 KK3500、 6位 YS73 アートハエリナ、5位ナオキ、4位マートダシ、3位マカシアットオダシ、2位アンパオンマン、そして1位はクマティ。ありがとう。ということで皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。今日も舞台頑張ります。バイバイ。